チョイス、どうも、アクシャタの武田。はい、でーでーす。今回の曲は、はい。サイコロの目で食べ物が決まる、大声対決、in、コメダコーヒー。さあ、皆さん大好き、コメダコーヒーでございます。今月もやってまいりました。まあ、我々はね、多分人気というか、まあ、定番のやつはおそらくコメダで食べ尽くした。そうだね。なので、まあ、今回はね、違うものも食べたいなと。うん。まあ、ただそれを食べるだけじゃ、ちょっと変わらないので、ゲーム形式をやっていこうと。はい、思います。でルール簡単ですね。多面ダイス、うん、ちょっとねメニューの方が何ページあるかによるんですけども、1ページ目からそのマックスのページまでをまず、サイコロで振ります、うん、で出た目の数ページをめくります、うん、でそのページのところでお互いサイコロを振ります、うん、で出た目の数の先の食べ物を注文します、はい、10分以内に完食できなかったら負けというルールでやっていきたいと思います。お、コメダファッションできました。今日はいるねー。これ本読んでしょうでしょこれ本読んでるでしょこれ顔がダメ。おー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 。じゃあ早速入店して大食い対決やっていきたいと思います。それでは行きます。はい、ということで入店しました。はい、全部で7ページありました、うん、なので8面ダイスを使います。で、もし8が出てしまった場合は引き直していきましょう。で、各自引くのは30面ダイスを使います、うん、で、もしですね、まあ、このページにしましょう、まあ、このページは6品しかないのでもし10が出た場合は最後まで行った場合また一番最初のこっちから数えます。じゃあまず、ページを決めましょうか。よし、いきますか。どうぞ。じゃん、7。7、あ、じゃあもういっちゃん最後、はい、1、2、3、4、5で、ここがキッズとはモーニングなんで飛ばしちゃいます。6、7。いきなりデザートか。いきなりデザートこっちしかないから。じゃあこれ3品しかないってこと。1、2、3。どれかグル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 って回る。じゃあ俺からでいいですか。 OK。 30面台数5 2というと1、2。コーヒージェリーこれめっちゃ量多いよ。お前そういえばそう、結構食ったよ俺。食ってヒーヒーしたもん。めっちゃ量多いよ。いきます。じゃん、11。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。俺もかい。最初は挨拶みたいな感じで。挨拶にしたらでけえのよ。じゃあ注文していきます。はい、届きました。コーヒージェリーです。やべえぜ。おーおーおー、出まして。超でけえ。これ10分やべえか。うわ、マジ頑張ろう俺。よーい、スタート。いただきます。うまっ。ちょっと喋れない。うん、これ喋れない。まず順番間違えてる。コーヒーゼリーまでたどり着けないんだけどこれ2回行く許されないな。口の感覚がねえでしょ。完食。これ3分56秒。ちょっと、ハヤトさん、1個提案があります。はい。多分これ、カツとかやばいから、うん、15にしよう。ええ。ちょっとごめんなさい、舐めてた。いつも10分なのは普通の飲食店だったわ。ここ、米田コーヒーでした。テストプレイなんでしてないよ。ちょっと、今日しょっぱいの食べれず終わる可能性もあるってこと？でも逆に、ドリンクラッシュ来てくれたら俺勝てるから。やばい。それでは、運命のダイスをいきたいと思います。まずはページ決めだ。5。1回、2回、3回、4回、5回。いったー、ドリア。米近。いいよ。ここ熱いぞ。チーズグラタンとか。そう、セットみたいなやつがいいからな。そこだよな。あ、これ6時以降で。あ、これダメなんだ。ダメだ。じゃあここしかないわ。ここだけしかないです。でも、まあまあ、でも米チキン、米チキン、あとミニサンド。じゃあ俺から行きますよ。頼むぜ。5。あ、これ熱いか。これ熱いぞ。ここからだね。1、2、3、4、5。でもいいな。でもいいな。ミニサンドです。じゃあ一番当たりよ。しょ、当たりです。じゃあ、ハエテはビーフシュードリアか米グラタンドリアか。でも嬉しいけどね、しょ。そうね。ガン。26が超いいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、3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 8、29、30
はい。
はい、届きました。いやーいいね。いやいいよ。いやいや多いよ。でもあんたさんはやばい。俺ともう2倍あるな。俺が頼んだのが、ミニサンド、これが米田グラタンのバケット付きですね。いやこれうまいよ。香りがねいいよね。めっちゃうまい。15分よかったね。50分だね。激アツよ。ではスタート。いただきます。いただきます。100うまいでしょ、うん、100うまいよ。そんなの。じゃあちょっと初ですね。ハムとキュウリと卵、いただきます。え、毎日朝に食べに行きたい。さらしマヨネーズめっちゃうま。うん、東京で食べる、うん、ちょっと良さげなサンドイッチより、うん、米だな。昨日なんだよ。ちょっと昨日入った喫茶店が東京なんだよ。昨日のも相当うまかった。相当うまかったけど、うん、これやばい。さらにこのクオリティで400円でしょ。こんなギッチギチのサンドイッチ初めてか。後ろまでちゃんと入ってきたの、うん、これはゆっくり食べても間に合う。皆さんの特別に見せてあげます、この間コーヒーの秘密を。やばくない？なんかギチギチ加減うまっ。あ、コメチキ食いたいな。そう言ってて当たんないぜ。俺が当たんだよ。さっき見たけどコメチキ違うページにもいたから。そうだ、2ページに一斉するのあいつは。絶対たまるよな。てかね、熱くて水飲んじゃう。マジこれね、シロノワールも強敵ないよ。ミニシロノワールが普通のサイズだから。そう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 、行かせていただきます。いい音。うん、めちゃくちゃうまい。これめちゃめちゃうまいんだよ。これ単品でいい。あ、これでいいよ。ガーリックトースト出してほしい。うん、何で食うもんなんだろう。はい、残り5分17秒お勤めでした。そうです。さあ2ラウンド目が終了して、続いて3ラウンド目です。ここ何か起きる気がする。ここ何か起きるね。ではまずダイスから。いくぞ。はい、じゃん。え、一緒じゃん。あ、今のとこ5。ってよ、早って洗えないって。1、2、3、4、切ってたろ。5分。でもただ米チキチャンス。いや、米チキチャンス、ミニサンドスチャンスあるからね。俺またこれ来たら終わりなんだけど。確かに俺がさっき米チキ食いたいって言ったから、多分天はここで食べさせてくれんの。では行きます。5、10、10。待って、うん、さっき俺1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あー、ミニ米バスケット。まあでもミニチキが食えるから結構一緒か。うん、そうそうなんだ。キモ客やん。じゃあ最初からこれ頼めよ。じゃあこれで俺がもっとキモ客になる可能性ある。そのシックスドリアン食ってまたドリアン食うっていうのがよくわかんないんですけど。9でしょ。え、9ね。9ってことはお前が10だったんだもんね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。米チキだ。なんと天はどちらにも米チキを出してくれたな。あ、じゃあ俺次トースト変更しよう。じゃあ注文しましょう。はい、届きました。俺が頼んだのがミニ米バスケット、で俺が米チキ。いやー、念願の米チキを食べれるのはちょっと嬉しいよね。じゃあ15分用意スタート。はい、余裕です。いただきます。うまそうにある。ここ肉汁やっぱなんかさっきちっちゃく感じるんだ。トーストインカです。変わるのか。いただきます。おお、うん、なんかこっちの方が好きかも。味香ばしい。うん、うまっ。キッチングだ。めっちゃうまっ。うん、米チキバーガーとしてありだって。平気な顔してるけど、たまってんじゃないの。ああ、やんだ。うん、うん、OK。 はい、ごちそうさまでした。8分29秒。次何か起きる気がする。またお前がさ、ダイスをさ、引くと多分同じになっちゃうから、俺が次引いてやるよ。 GO。 あれ、あれって、1、2、2。カツサンド。まだ希望は見えてるよ。いや、別にカツサンドだけじゃないからね。そうエリア的に上がって、一応こういうサラダ、そのサラダがあるから、うん、いきます。10以降だったらやるの分かんないよ。
25。あ、これ分かんない。これは一番分かんない。してるかな。1、2、3、4、お前マジか。すごっ。狙い撃ちしとるやん。お疲れ。はいはいはい。シャンパンキャントペンスキャン。28。あれ？じゃあちょっと今の25だったんで、ここからいきましょうか。ここが25だったじゃん。25、25、26、27、28。エッグサンド&エッグトースト。こういうこと？多分。まあいいじゃないの。まあ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 。まあいいじゃない。まあまあ。届きました。まあ一旦、まあ一旦ね、一旦紹介させていただきます。僕が頼んだのがミニサラダ。これがエッグサンド。ちょっと待って。俺から一回突っ込ませてもらうね。一回ずつ言おうか。ミニサラダ知ってますか？あのミニサラダ。これとんかつの定食で、しかも大盛りにしてほしいって言った時に来る。コスパ良すぎるって。で俺ね、終わりです。あのこれ開いたら何枚分ですよ、これ。これだから1、2、3、4枚。あれ一気に卓に追いつきます。これ600円でしょ。意味が安すぎるって。今日俺らあのサンドイッチ系頼みすぎです。肝客だよ。肝客だよ。しかも全部卵。何してんの。おかしいや。じゃあ15分用意スタート。いただきます。ビッグマックなのお前の割合が。バカうまい。バカうまいっしょこれ。この量いけるぞ。ペロっていけるわ。どうですか、卵サンド強のハイズさんからしたら。いや、これは非常最強。千切りキャベツの細かさいいですね。丁寧。うん、ドレッシングがうまい。うん、意外と腹たまりそうだ。たまりる、これは。はい、残り10分。まあ、出てないページをちょっと紹介しようかな。ここ出てないよね。一番メニュー多いとかね。コーヒーだ。ここも来てないですね。ここね。この辺もちょっと俺食べたい。絶対ダメ。お前が助かる道ないけど。うん、パン一本。やばい。なんかここ見て。パン一本とか3枚とか9枚書いてある。一気に。一本って3斤分だ。これはね、持ち帰り専用。多分これ持ち帰った。さすがに店内でこういうやつがちょっとさすがにそうだよね。ここで食うわけないよね。ここでこれ、あ、やばい。あとはもうこういうデザート系。ここでもいいんじゃない。塩の悪いがだったバターキャラメルとかさ。絶対でかい。写真の購買は一人でした。ここは米田コーヒーってのを教えてました。わあ、なんか帰ってきたコーヒージェリーが来そう。やばー。帰ってきたコーヒージェリー来た瞬間もうつぶよね俺が。その優しさ。カツサンドが強敵だと思っていたが、これも追加されましたね。マジであの3ページ目はもう絶対に引いてはいけない数字。そこから逆転したい。そこから逆転するから楽しみだ。ごちそうさまでした。お、終わった。うん。あ、長かった。危ないじゃん。1分53秒でした。じゃあ行こうか。運命のダイスの時間です。それじゃ、行かせていただく。はいよ。2。おお、おめでとう。おめでとうございます。1、2、3。初めて来ましたドリンクコーナーです。ただから、ただよ、によってはただよ。このクリームコーヒーとかやばいからね。この辺、この辺やばいよ。ここがヘブンですね。ヘブン、ヘブン、これヘブン。では行きます。ゴー。17。おお、ちょっと俺ソフ取りの道じゃない？これ。いやわかる。17。これからか。そうだな。1、2、3。11、12、13、14、15、16、17。アップルジュースです。これは多分量そんなで。最高。じゃあ行くぜ。お願いだよ。21。いいんじゃない。じゃあさっきの続きからいくか。あ、そうだね。17、18、こうか。そうだね。19で、こっちか。20、21。こう、ちょっと一番好きだよ。やった、やった。一旦ちょっと落ち着けるな。落ち着けるね。つって、こんなコーラでしょ。声出すぎて。じゃあ、注文していきましょう。
はい、頼みました。僕がアップルジュースです。これコール。では15分用意スタート。それはのんびり飲ますがない。え、うまー。じゃあ一口交換契約しない。いいよ。普通に飲み物だから気になる。うわ、これいいな。なんか本当にいいオレンジジュースのやつ。アップルなんだけどな。俺の喋ったこと全てにおいて信用失ったわ今ので。下バカレベルじゃないんだよ、ね、これが一番うまいんだよ米だ。実は影の役者なんだ。夏だ。豆俺多分次がどっちかが死ぬ気がする。まあ俺も余裕な感じ出してるけど、うん、全然余裕じゃないからならば。いや、まあまあまあそれはな、うん、あれだしね。冗談抜きで、うん、俺も負ける可能性あるんだよね、カスパンとか出たら。まあ、それは多分3ターン目以降みんなそうだ。どっちもどのタイミングであっても。あと、これめっちゃ量多い。そうだよね。深いし。OK。はい、完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。8分36秒。まあ。くっそ、変にこんな水分耐えられちまった。結構水分も連続は俺きついかもしんない。じゃあ次6ラウンド目。いきますか。俺が行かしてもらうよ。うん、お前は引きたい？いいや。いい？責任重大だからな。危ねえ。乱世調整3分だったら。乱世調整します。乱世調整したじゃん。さっきしたじゃん。なんでパンしか食べれない。いや、だが諦めないよ。いや、そうな。お前はそこに奇跡を起こしてるから。サラダがあるからな。一回奇跡を起こしてるからまだ分からない。1、2、3。地獄再び。店員さんも切れるよ。そろそろ切れるよ。では行くぜ。まあ、ここはちょっとパッとは数字じゃ分かんないから。ちょっと待てよ。その辺でやったね、これやったね。21俺やった説ない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、21だっけ？あ、20か。変わんねえよ。変わんねえわ。味噌カツパン、まあ、カレーか味噌かの差でした。おーおー、あー、こうなったら共倒れだ。共倒れだよ。お前の終了確定？いや、頑張るよ。頑張るけど、うん、食えるかわからん。ラジオ、お持ち帰りできるから、ここ。お前、その言葉が一番ダメだ。一番怖いから。オッケー。いきまーす。ピーン。うわ、いや、どっちだ。で、10半分の場合、いや、わかんない。奇数なんだよ、25は。12だよ。1、2、3、10、11、13。奇跡。すごない？すごくない？2度このページ来て2回とも奇跡よ。まあ、食えばいいんでしょ。いや、俺はこのターンで終わらせる気ないから。食えばいいんでしょ。ええ、食ってやるよ。注文しましょう。食ってやるよ。はい、届きました。こちら味噌カツパンです。俺はミニサラダです。はい、亀やん。もう亀サイズで。これ大丈夫ですか？いや、食ってやります。ちなみに俺は大丈夫です。そりゃそうだろうな、サラダだもんな。ええ、もうすぐこのバッテリーが切れてしまうのでカメラに変えたいと思います。いや、これもカメラです。携帯のカメラに変えたいと思います。すいませんね、皆さん、こんなね長丁場だと思ってませんでした。はい、急に画角が悪くなりました。うん、では15分用意スタート。いただきます。カツ1枚入ってるよね、普通に。どでかいカツが1枚。ただね、ロッキーにしたらね、一口サイズのカツサンドになりました。嘘つくな。ロッキーなんてやるか。これそれ味噌カツ初めて食べましたね。うん、うん、まっ。結局ね。あ、そう、湯気が。え、普通のカツより好きだわ。味噌の方が。味噌の方がいい。おお。キャパじゃなくて、食べくれるかが問題、これを。早く。忘れてた、こいつが米がの主役ってこと。あ、
ってる大きく感じる。うまっ。カロリーはとんでもないだろ。1000はあるね、これ多分。400とかあるんじゃない？全然ありそう。エンタメすぎ。次コーヒー J で引こうぜ、一緒に。エンタメすぎ。エンタメすぎる。ここで帰ってきたコーヒー J がやばい。量が増えた気がするんだけど、真ん中が一番でかいのか。そうだね。でもこれうまいよ。うまい。これを最後に頼んで、うん、持ち帰りしますわ。ダサい。確かにな。ダセ。こんだけ注文持ってきて、うん、それはダセーわ。真ん中強敵すぎる、うん、え？変な声出た。でもお前すげえよ。もう4キロ終わろうとしてんだよ。だからもうあちっちゃい感じる。確かにな。その錯覚今強い。あ、ファッカーすげえ。あれあれ今残り1分とかさ。普通に終わってたわ。いやー、5キロもよう。うわ、あと5分あったらいけない。結構必要だった。まあ、ただ20分で食えたとしても、うん、もう俺はセルの爆発するんだよ。じゃあもうコーヒーいっぱい入れたら。爆発してる。ダメじゃん。全然耐えれねえじゃん。次は。とりあえず飲み込んでもろて、ゆっくりこの一切れ堪能してくれ。では、ごちそうさまでした。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 いや、非常にやはり米田コーヒー美味しかったです。ここの満足度はやっぱ他とは比べのもんなんないよ。本当に3時間もいたし、すごいって。3時間や。ただまあ3時間にいたにしちゃ金を使いすぎとる。7200円です。喫茶店の額じゃない。4人とか5人の値段をね、貢献できてよかったです。よかったです。ということで、ハヤトの勝利。あざーす。いやー、これついてたね。いやー、これは大番狂わせですね。これはおもろい試合よ。最初はどう見ても颯が負けるオチだったんですけど、見事に俺が負けると。じゃあちょっと今日美味しかったさ言おうぜ。むずいこと言うんやん。また俺も決まってるぜ。まあ彼やろうな。僕はなんとそいつのせいで積んだ味噌カツです。味噌カツパン、いやーすげーうまい。甘くて、もうからしの相性が抜群でした。最高でしたが、めっちゃ美味しい。ぜひ皆さん2人以上で食べてください。はい、私は米チキでございます。あー、これは非常に美味しいレベルの高いチキンでございました。揚げ物がやっぱすごい。そうね、揚げ物サクサク度とね、ジューシーとかやっぱ喫茶店じゃないです。喫茶店じゃないさ、とんかつ屋さんとかになれます。揚げ物屋さんレベルなんでなれます。ぜひとすればこの2つを食べてみてください。進めだぜ。今年も米田コーヒー企画やっていきたいと思うので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。年内15万人目指していますので、拡散の方もよろしくお願いします。お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシエンターズは質問コーナーしながら新作食べろ。久しぶりの質問コーナーをしながらマックとスタバの新作を食べました。次の動画もお楽しみに。